シビックの外装を見ていきます。フロントバンパーからですね、無限のリップスポイラーが装着されております。まあ、すごいちっちゃいですけどね、こういう薄い傷は、傷というレベルでもないかもしれないですけど、ついてます。まあ目立って大きくね、擦ってる割れてるそういうところは見当たらないですね。こんな感じで、まあこの辺のこういうちっちゃい飛び石傷、まあこういうのがちょっとあるかなっていうぐらいですね。で、リップ部分もまあちっちゃい飛び石傷、薄い線傷、まあそこら辺はねついてます。こんな感じで、こんな感じですね。で、左の前の方ですけども、ここですね、ちょっと大きめの擦り傷があってタッチアップしてる感じになってます。あとここも傷が入ってますね。こんな感じになっております。でヘッドライトは曇りもなくて結構綺麗ですね。で、車外のボンネットはへこみなく、塗装の方もですね綺麗に乗ってます。こんな感じで目立つような傷とかもないですね。まあ若干こういうところのねひび割れはどうしてもこう出てきちゃうところはあるかなといった感じですね。この辺りですね。で、左のフロントフェンダーです。フェンダー周りは特に気になるところは見当たらないかな。まあ、うっすらとした塗装のハゲがあるかなっていう感じで、円形のホイール入っております。タイヤサイズは22540の18ですね。でタイヤの溝はまあ残ってるんですけど、結構ひびが入ってきてるのでそろそろ交換時期かなといった感じです。でドアミラーは綺麗な状態ですね。助手席側のドア、特に気になるような大きな傷というのはないんですけども、まあここら辺のこのこれなんだろうな、塗装のちょっとこうハゲとかですかね、そこら辺はありますね。で、サイドステップ周りはこんな感じで、特に気になる傷は見当たらない感じです。で左のリアドア、あこれもどこに、あでもこれあれですね、ちょっとコンパウンドの残り跡かな、ちょっと後で撮ってみます。こんな感じですね。まあ、特に気になる傷は見当たらないです。で左のリアフェンダー、こんな感じで、まあ、特に気になるような傷は見当たらないですね。で左側面のへこみですけれども、特にドア周りは見当たらないですね。でリアフェンダーの方も綺麗な状態で、左リアのホイールですね、ガリ傷は特に見当たらなくて、タイヤはこちらの方がまだそんなに劣化は少なそうな感じですね。続いてリアバンパー、綺麗ですね。ここにちょっと飛び石傷が一箇所、こんな感じですね。で、トランク傷は特に見当たらなくて、上面のへこみとかもないですね。でリアウィング、こちらも綺麗な状態です。そして、右側面見ていきます。右リアのフェンダー周り、こちらは綺麗な感じですね。
で右リアのホイールです。ガリ傷はなさそうですね。そして右リアのドア、綺麗ですね。でサイドステップちょっとここですね、擦ってる跡が1箇所ありますね。あとこの辺りもちょっと擦ってますね。こんな感じです。で運転席のドアですね、そうですね、こちら側サイドステップ周りも含めて特に気になるような傷は見当たらないですね。で右フロントの、フェンダーの方、こちらも綺麗ですね。ドアミラーは、まあ、薄い線傷はありますけども綺麗な方じゃないかなと思います。で右側面のへこみ、特に見当たらなそうですかね。うん、そうですね。で、右フロントのホイールです。まあちっちゃいですけどね、ここ一箇所割り傷があります。最後にルーフです。遠くにへこみ傷見当たらないですね。こんな感じです。はい、以上シビックの外装でした。